吸血鬼ボボラカとは1945年公開のアメリカ合衆国のホラー映画 RKO 作品。制作はバル・リュートン。監督はマーク・ロブソン。脚本はリュートンとたびたび組んでいるアーデル・レイ。リュートンの前作死体を売る男に続いてボリス・カーロフが主演したアルノルド・ベックリンの絵が死の島にインスパイアされたもので、その絵は タイトルクレジットの背景に使われている。もっとも当初のタイトルはカミラだった。日本では2013年のエドガー・ジー・ウルマーと愉快な仲間たちで劇場初公開されたが、それ以前にテレビ放映、また NEC アベニューからビデオ発売されていた。バルカン戦争の最中、ニコラス将軍らはギリシャの小島を訪れる。その島で排血症性ペストが発生。 将軍は感染を防ぐため、島の人々が島から出ることを禁止する。極限状態の中、次々と人々が病に倒れて死んでゆく。島の老女キーラは伝説の吸血鬼ボボラカのせいだと言い出す。さらに、若い娘シアがそのボボラカだと。将軍は迷信を信じないが、もし証拠が見つかれば、シアを殺すと約束する。アメリカ人記者オリバーは、 シアと一緒に島から逃げようとするが、将軍は島に唯一ある船を破壊する。そんな中、営業自婦人メアリーがカタレプシーを発症する。人々は彼女が死んだものと思い埋葬する。墓の中でメアリーはカタレプシーから回復するが、早すぎた埋葬の恐怖から発狂。キーラとシアを殺そうとしていた将軍を殺し、自分も崖から落ちて死ぬ。 将軍は、ボボラ乾いたと言い残して死んでゆく。クランクインは1944年7月。2週間ほどしたところで、カーロフが背中の下下手術をするために撮影は中断。カーロフは復帰したが、役者の最小集まで間があったので、その間に死体を売る男を取った。結局、つまみ量したのはその年の暮れだった。制作上のトラブルからオリジナルの脚本にあった。 中心的な女性キャラは物語から割愛された。九百四十五年九月七日にニューヨークでプレミア公開。制作費はリュートンのホラー映画としては最高額の二十四万六千ドル。それに対して収益は国内二十六万六千ドル、海外十一万七千ドル。近年の評価はレナード・マルティンが四つ星満点の星三つ。映画監督。 マーティンスコセッシは、身の毛もよだつ、ホラー映画オールタイムベスト11の一本に、吸血鬼ボボラカを選んでいる。ありがとうございます。